ようやく目覚めたのですね。私はあなたのすぐ目の前にいます。私はマナの木、マナの姿の方がお話ししやすいでしょうか。こんにちは。よかった。こうやって人のことをお話しするのはいつぶりのことでしょうか。けれど喜んでばかりもいられませんね。ここはマナの聖域、あらゆる命の世界の源である。この世界に残された、かつてはマナで満ち溢れていたこの世界を、そしてマナの木も日に日に力を失いつつあります。今の私にできるのはマナの木を通じて世界の記憶、そう遠くない未来、この世界は、ですが、この世界を取り戻す方法がたった一つだけあり、ありがとう。あなたならきっとマナの木をよみがえらせ、この世界を救うため、あなたは私の前に私の力を込めた人形をあなたに託します。その人形、
まったく。